8時間耐久ドライブっていうのをしていただこうと思います。あるらしくて、それやとちょっとチェックインに間に合わへん。え、いつが運転するの？はい、え、いやー免許だ。もう旅館行かんでいいから帰りたい。ボン、皆さんこんにちは。はい、ということで今回は遠出をしたいと思うんですけど、泉さんには場所を伝えてない状態です。今回行くのは長野県の渋温泉っていう温泉街があるんやけど、知ってる。なんか外湯巡りとかができる、結構長野県ではね人気の温泉街があります。うん、行ったことなかったっけ。そう、行ったことがなくて、まあほぼ新潟なんやけど、そこにね、なんと今日は温泉旅館を予約させていただいております。一泊二食付き、楽しくなってきたよ。何時に着くの？やばい、行っちゃう。でですよ、新潟なんやろ。ほぼ新潟、まあ長野やけど、で、6時にはチェックインしなあかんくて、今10時やねんな、で、まあ8時間あるわけよ。8時間かかる？8時間あるわけよ。で、今この草津のパーキングエリアにおるねんけど、まあ、こっから下道で行ったらだいたい9時間から10時間ぐらいかかるらしくて、それやとちょっとチェックインに間に合わへん、間に合わへん、間に合わへん。だからね、今回は8時間耐久ドライブっていうのをしていただこうと思います。今から、まあ、8時間運転すれば要はいいわけや。え、めっちゃ無駄やん。高速を使ってもいいし使わなくてもいいけど、とりあえず8時間は運転してもらうと。え、いつが運転するの？はい、え、いやいやってなあ。ちゃんと泉さんの名前も記載してるんで、今回はねレンタカーをこちら用意してですね。え、なんでハイエースじゃないん？ハイエースやと8時間はねさすがにしんどい。え、8時間ってどこ行くん？長野。まあ別に行きたいとこ寄っていいんやろ。あかんかんかん、耐久ドライブやから。寄れるのはガソリンスタンドのみです。立ち寄れるのはガソリンスタンドだけです。へえ。で、あのお昼ご飯とかおやつとかはね、この草津のパーキングエリアで全部購入していただいて。いやそんなん旅行行くとか言ったら普通おしゃれするよね。こっち今日下ろしとんねん、このロングブーツ。ロングブーツと今日ロングブーツ今日下ろして、下ろしたてや言うて言うてんねん。ストップウォッチの方もスタートしておきます。おにぎり、はい、おにぎりいただきました。おにぎり入ります。で、その春巻きの方、おにぎり入ります。すいません、ちょっとくちゃってなってしまいました。おい、しっかり横のやつ仕事せえよ言うて。こっちから忙しい。こっちの席の人忙しすぎるやろ。喉詰めるぞ。一応このレーシンググローブ的なの用意してます。なあ、やめて。もう間もなく運転し始めてから1時間が経過しようとしてるんですけど、調子の方はどうですか？眠たい。どうしてもギブアップの時は言ってください。何なんそのシステム。どうしても、もうどうしても無理やってなったら言ってください。もうどうしても無理。早ない？7時間ですよ。無理や、多分運転向いてないっていうのがもう分かった。改めて。改めて。もう旅館行かんでいいから帰りたい。ちなみにその渋温泉っていうのは、伊豆の好きな映画千と千尋の神隠しのモデルになった温泉旅館があると言われている場所です。知ってる。ぜひ着いたらね、存分外湯巡りを楽しんでいただいて。いや、もう絶対出てまうやろ。こんなしんどいなり。これハイエースやったらもっとしんどいです。けどハイエースやったらジブリ見れるから全然大丈夫。ジブリ見れる。え、これ DVD 見られへんやろ。だってこれ DVD 見れるんじゃない？え、見られへんかな。
買い取りればいいし。いや、降りられへん。あ、持ってきたんやった、そういえば今日。ずっこしようとしてるやん、今。ちょ、持ってきてた、そういえば。いや、持ってきてないで。持ってきた、持ってきた。俺知ってんもん。持ってきてた。そろそろお腹も喉も渇いてきたし、飽きてきたし。そろそろ2時間が経過します。言うてけどまだ2時間しか経ってないってやばくない？あと6時間ぐらい。ファイト。あ、ドライブインはこうか。ドライブインはそうやな。で、こうね。そうね。ちょっと出てきた。あ、出発です。熱々のスコーンを今日は食べて食べて食べまくりたいと思います。パークの猿ご飯は？ルドヒローがうまうまっ。国産牛のローストビーフ弁当でございます。すいませんね、なんか。はい、ということで出発してから2時間40分が経過しました。はい、どうですか、疲れる方は？今のとこは大丈夫。大丈夫ですか？うん。はい、長野方面見えてきました。開始から4時間が経過しようとしております。はい、遠いな。遠い。で、4時間も運転したっていう感じの4時間って感じ。ああ、じゃあまだ余裕はあるということで、だいぶね、こちら山の方も雪が見えてきましたね。いよいよ高速を降りる時がやってきました。なんか松本ってとこで降ろされた。なんで松本で降りました。別に高速乗って降りたらよかったのに、なんかわざわざ下道降ろされました。はい、分岐左です。ですじゃん。今ちなみに4時間40分運転されてます、うん、休憩してなくてやで。もう普通の旅がしたい。どうされました？たまには普通に旅館でゆっくりするのもいいやん。なんでわざわざこんな過酷なことしたし。もういいや、もうおよそ 300m 先、左方向です。この、ここですね。うん、交代で。ここ左です。どうされました？うん、気分。気分ですか？うん、疲れた。あと、もうちょっとっすよ。うん、もういい、別に何のとこもしいひんし。運転しても達成感得られる、達成感。大丈夫。え、これ曲がっていいやろ、別に。運命の瞬間。何が運命の瞬間？諦めるのか、うん、諦めるのか。諦める、別に。あ、あ、はい、停車された。終わり。あ、降りるんですか？え、降りる、じゃあ席変わるね。あ、なんとですね、運転し始めてから4時間45分で泉さんが起きた。起きた。泉さんの記録は4時間45分ぐらい。なかなか素晴らしい数字叩き上げてるやん。結構しんどいやろ。え、結構しんどいやろ。マジで全然しんどくないね。うわ、もうめっちゃ帰り楽しみ。信州中野で下車。ヘルメットしてこう本気で挑んでいくと思うねんけどな。それが正解やったのか。うん、なんかごめんな。多分な。おい、みんな見てくれよ、こっちヘルメットかぶってる人おるぞ。ああ、
ほら疲れてるやん。疲れた。ほら、こっち頑張って運転しとったんやで。8体っていうね、こういうの。8時間耐久。略して8体。はあ、聞いてる？うん。8体。うん。大丈夫、興味ないから。実は、まあ5時間いかんぐらいでリタイアしてしまったけど、うん、まあ、次回は頑張ってほしいよな。もう大丈夫。なんかマジで車嫌いになりそう。斜め左方向。どうした？どうした？はあ、なかなか厳しい戦い。いい走りできたわ。いやいや、そっからそこやん。だいぶなんかっぽくなってきたよ。少し早めに到着しましたが、出発から7時間で到着しました。え、こっちがすごい？こっちもすごい。見たい。ここに泊まります。おめでとうございます。ありがとうございます。4時間でリタイアしたけど、お次させていただくわ。途中でリタイアしたけども、お次させていただくわ。